はい、皆さんこんにちは。だいぶねちょっとねレビューが遅れたんですけども、はいようやくこれが来ました。ネクサス5でございます。はい、もうね多くの方がもうこれレビューされてるんでね、あんまり詳しいことも言ってもあれなんでね、早速じゃあこれね開封をねアンボックスをしていきたいと思います。はい、このね箱から出すね瞬間がもうこうワクワクしますよね。はい、落とさないようにね慎重に、まあこれねこう外すだけということで、裏にねネクサス5のこう端っこがこう見えてるんですかね、こんな感じでね。はい、真っ白な箱ですね。真っ白な箱です。ちなみに私はねこれ16ギガの方買いました。32ギガと16ギガ、それから白と黒ありますけど、私が買ったのは、ね白の16ギガです。はい、ということでこの紙を切り落とすとこれが開けれるということです。ドキドキしますね。はい、じゃあこれね早速、開けてみたいと思います。はい、じゃあね早速これをねもうこれをねふっとこう切ってしまうと、もうこれねもうダメですよ。もうこれもう返せないですよね。はい、これをこう切ってね、手切らないようにねして、ああ怖い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 、おおピコって、まあまた通知も鳴るしびっくりするし、もうなんちゅうかこんちゅうかっちゅうか。はい、じゃあね開けてみましょう。おお、なかなかもう嫌がって落ちてこない。おおパコッチャッチャラー、おおネクサス5入ってました。落とさないようにおおお、すごいおおしか言ってないけど、綺麗なホワイトですね、白ですねこれね。うん、表はこうまだちょっとシール貼ってますけどね。うん、持った感じはねすごく軽いです。うん、まあこれちょっと後でね、お見せします。はい、で内容物ですけども、おーっとここになんかつまみがついてるから、これなんか入ってんのかな、これこれちょっと気になりますよ、このつまみがね。つまみはただ単にあれかな、ポッと取るだけのものなのかな。ここ箱状になってるけど、なんか入ってるのかな、なんか入ってますか、入ってませんでしたね。本当にこの乗せてる台を取るだけのつまみだったということみたいです。はい、ということで、なんかこうブルーのね扉がねだったらー、なんかね、これはSIM カードを入れるね、時のこうピコッと押すピンがね、ついてます。はい。私はこれね、Wi-Fi で使うんでね、SIM は入れません。はい。で、この NEXUS の、これは取説かな?はい。取扱説明書ですね。はい。これは1枚か、冊子が入ってます。で、あとは、中にはこれはね、充電用のこのプラグね、それから、USB ケーブルが入っております。はい、内容物はもうそれだけです。はい、ということで、本体ですけど、まあ綺麗ですね。持った感じすごく持ちやすい。ちょっと分かりにくいかもしれませんけどね、この断面をねよく見ると、こういうねキュッ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 、まあこういうねエッジになってるんで、非常にねこう持った時にねこうグッとこう中へねこうホールドしやすい感じになってますね。でこの白のね裏が、私もっとねこうテカテカのまあツルツルの白かなと思ってたら、意外とねマットとまではいかないんですけど、艶消しの白ですね。うんで、このネクサスという文字がね出ております。はい、でまあこれ LG 製なんですね。 LG って書いてますから LG 製ですね。うん、なかなかいい感じじゃないでしょうか。はい、まだカメラのところもねシールが貼ってあります。これバッテリーはどうなってんのかな、これ入ってんのかな。はい、ということで、まあね、今回はちょっとアンボックスということで、次回ねこれちょっとまあ設定とかねいろいろしていってみたいと思います。ということで、NEXUS5 ね、白の 16GB がやってきたという動画でした。それじゃあまた。